はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのはハリーポッター第4弾ホグワーツのですね、魔法魔術学校1オンスプルーフ銀貨になります。1オンスのプルーフ銀貨でもね、見応えある銀貨となっています。25周年が浮かび上がるようにねなっておりますね。稲妻もね浮かび上がるようになっております。そして裏面はチャールズ国王となっておりますね。なかなか1オンスのプルーフ銀貨、こちら枚数がありますので入手はしやすいと思います。全部で5010枚の発行となっております。私のシリアル番号はね真ん中ぐらいとなっておりますけどね。まあ1オンスをね4枚4種類並べるっていうのもいいことだと思いますのでね、まあこういったものでハリーポッターが好きな方はね集めていかれるとよろしいかと思います。1オンスの箱は2オンスと同様ですかね。まあちょっと厚みは違いますけど、この箱に入っておりましたね。4種類集めるとそれはそれで、非常にね楽しいコレクションになると思います。こちら1オンスのねプルーフ銀貨については NGC の鑑定に出してみたいと思っております。はい、これで4種類すべて完成しました。2023年はですね、このハリーポッターだけではなくてイギリスロイヤルミントは他にもおそらく出すんだと思います。いろんなこういったキャラクターアニメ、映画とかですね、様々なところから出てくる可能性がありますので、まあ私の趣味の範囲ではありますけど、集められるものはどんどんね集めて動画にしていきたいと思っております。はい、今回はですねハリーポッター第4弾最後のシリーズになりますホグワーツ魔法魔術学校1オンスプルーフ銀貨についてご紹介いたしました。また新しい動画ねどんどん撮っていきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。